杉並市半官とは杉並区が独自に小学校教員を養成し採用するための教師養成塾である。杉並区では大学や高校の教員から子供に基本的な学力が身についていないと幾度となく指摘されてきたことを受け小学校から立て直す必要性があると判断していた。しかし義務教育の教員は度教委が採用。 人事を担っているため良い教員でも数年で立地域へ移動してしまい質の高い教育を維持できない問題が存在していた。そこで同区は杉並から離れることなく杉並の教育にずっと携わっていける質の高い教員を独自に区で養成し採用していこうと2005年にこの養成塾を設立した。教員免許取得予定の学生や社会人、 現職の教師などを対象に、毎年30名程度が募集され合格した塾生は、教育界、経済界、文化、スポーツ界など各界からの教授陣による、実践的指導力に重点を置くとする独自のカリキュラム研修を1年間受けることになり、その後、杉並区教育委員会が、塾生だけを対象に行う採用試験を受けることになる。田中明事務局長によると、 必ずしも全員を採用するわけではなく、研修期間は長期にわたる採用選考とも言えるとしており、この塾を受講できることが教員に採用されたことにはならない。しかし、第1期生の募集では、都の教員採用試験を上回る7倍以上の競争倍率となった。社会人も対象にしている塾のため、土日を中心に研修が行われる。と教威で採用され、 次の区に配属される教員数は従来と同じため、この塾により採用された教員数が増えることになるが、少人数のクラス分け等をすることでより密な教育が可能になると、次並区はコメントしている。塾運営費やこの塾から採用された教員への人件費などは、区費でまかなわれている。2010年5月26日、ホームページで 第6期生の募集を見送ることを発表した。その後、同年10月所属している第5期生26名が卒業する2011年3月で解散することを決定した。郵便番号166-0013東京都、杉並区堀の内に残る26。ありがとうございます。